日野一家は、東京都立川市に本部を置く暴力団で、指定暴力団、住吉会の二次団体。第二本主公会、出版社、主光出版社を三家に持つ。住吉一家日野の縄張りは後半である。中央線の駅で言えば、国立、立川、日野、豊田。他に、地名で言えば、秋島市、福佐市、羽村市、大梅市、一部を除いた秋き市。 東村山の一部、小平市の一部、埼玉県坂戸市、鶴ヶ島市、諸山町、小瀬町、などなど、川口親分や、阿行親分は、新宿に甲浦の住吉一家、塚原はじめもんだったため小規模ではあるものの今でも、新宿地域での活動が見られる。昭和34年新宿で、住吉一家の塚原隆塚坂を後ろ盾に、グレンタイ会を結成して、 阿賀田光則は会長に就任。塚原総氏は後に、新宿区議会議員選挙で当選し、役座を、引退政流会は賛成会と新宿で構想を展開。阿行は、銀座の森田実のの若い主になるが、阿行が、懲役の間に、森田実が、住吉から、破門。阿行は出所ごロウロウするも昭和48年、木の一家ふっさかの山口吉次郎の若い主になる。 派行は金融業、総会屋などをするから、歌舞伎町風林会館前で冷麺の店、高来園や貴金属店を手掛けた。昭和52年10月、あがたみつのりは、右翼標榜暴力団、第二本志向会を設立した。住吉会日野一家から、住吉会住吉一家日野に名称が変わる。平成16年5月26日、あがたみつのりは、 住吉一家日の六代目を継承。経典新聞の HP の経典新聞二月号社主の一人ごと言と、日本主公会の HP の名誉顧問挨拶、大日本主公会の HP の名誉顧問挨拶、経典新聞の HP の経典新聞二月号社主の一人ごと言、ありがとうございます。